バケツ潰してしまったわ。爆発しないでね。電ボグの線が風で切れました。うわすごい砂溜まってる。もうビートみんななくなってるよね。2023年5月の9日になりました。今朝霜が降りたようなんですけど、我が家の直販ビート畑を見に来ましたが、霜溶けてなくなっちゃってるねこれね。今朝ねランニングしてる時にはお隣さんの畑真っ白だったんですけど、ちょっと見ていきましょうか。霜はね見当たりません。溶けちゃったんですかね。もう7時なんで、まあそんなに強い霜ではなかったということで。あー生えてる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 、綺麗に出とりますわこれ。嬉しい。出てますよ、出てますよ、出てます、出てます。15センチ間隔ぐらいでだいたいいい感じで発芽してくれてます。綺麗に綺麗に出てくれております。大変発芽いいです、いいです、いいですよ。ちゃんと生えてますこれ、ちゃんと。あー今年は完璧だわと思います。もうちょっとね生えてこないと分かんないんですけど。ということでね、霜はね大した、明日も霜降りる予報なんですけど、そこまでね被害になったこと過去にはありませんので。一番怖いのはねここの畑、特にね完全にやられるのは怖い。まだ一度も私やられたことないんですけれども、このサタナスさんの梅毒した状態、これで砂止めてくれる効果もあるとは思うんですけど、あと残砂ね役には立ってくれるんじゃないかなとは思うんですけど、風が怖いです。ということでね、今日は風吹いた時のための対策としてリールマシン、散水する装置の準備とかした方がいいかなっていう気がしてきました。むっちゃ天気いいですよこれ。雲一つございません。綺麗に生えてきてとりあえず安心でございます。ということで散水機を引っ張り出したいと思います。この倉庫に入ってるんですけど、せーの、あらま散らかっております。使用済みのパックが押し込まれておりますが、この奥底にリールマシンがございます。これちょっと出したいと思います。片付けねば。よいしょ、芝刈り機までございます。ヤマト君天気いいね今日ね。動くんかいなこれ。あ空気入ってね、芝刈り機空気入ってないですよこれ。はい空気入れますよ、ビュー。こんなもんでいいか。エンジンかかるのかねこれ。うわ汚い。バッテリーがどうなのか、手で引っ張るか。よいしょよいしょ、よいこいしょ、いち、あクラッチ踏んでかかんねえか。これチョークとかないのこれ。あれかかんねえぞヤマト君。おおかかった。バッコライバッコライ。バッテリーを取り付けましょう。カバー外して、おっこい小一。はいバッテリーを乗っけるぞ。よいしょと。はいここにしっかりと固定をして電源を取り付けます。いいよと、グイ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 と。はいしっかり締めましょう。そしてカバーをガシャッと取り付けますと。エンジンかかるでしょうか。うわ汚いね。余熱してピーガチガチガチ。はい余熱消えたんでかけてみます。おーかかりました。倉庫から出しますよと。はいオーライオーライバックオーライ。あバケツ潰した。あじゃあアルミのバケツ潰しました。倉庫から出しましたよと。回転しておきましょう。ぐる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 っと。肝心なのはこのバッテリーが生きてるかどうかなんですよこれね。これ刺してみてね、生きてるかどうなのか確認です。どうでしょうか。バシッと、あよかった。見てください電源入りました。これがね上がってることたまにあるんですよ。こうなると次へ進めないということで、ソーラーもねちょっと光も当てるようにしておきましょう。あとはどうするんだっけかね。キャップとか外したやつとか水圧計とかも取り付けなければということです。シールテープ巻いとこうか。キャップをします。ぐいぐいぐい、しっかり締め付けます。ノズルを取り付けます。18ミリを取り付けますと。これねノズルがねあんまり太いと太い水が出て作物を傷める場合があるんですけど、でも太くすると風の影響を受けづらくなるんで、その時の状況に応じてね付け替えるわけです。はいくる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 っと締めて、専用の工具でギュッギュッと締めます。水圧計をここに取り付けます。この緑色のカバーの下のこの赤いやつを締めるはずです。ギュッと右へに回してしっかり締めますと。ちょっとスタートとストップを押してみますか。スタート何か動いてるはず。なんか回ってる。でストップを押すとピッ、なんか回ってる。おーなんか外れてしまった。ああ落ちた落ちた。なんか落ちました。ああそっか、これ下げたからね落ちたんだね。これ引っ張るときはここにやるんです。
運転するときにこの位置にすると。これでちょっとテストできるかな。水出してみますか。農薬庫の上に置いてある配管を下ろします。はい、ぐさっと。はい、笑い笑い。いつ使うかわからないのですぐ使えるように下ろしておきます。いいよと。でね、ここにも道具があるわけでございます。この金具が大切なんです。そしてこれを引っ張り出しまして、これをガッシャンとつけます。そしてこのホースを取り付けて、この下のやつにカポンとしっかり取り付けます。配管を取り付けます。これ中途半端だと爆発しますから、ボーンと。はい、しっかり取り付け、ガッシャンとホースにつなげます。ガシャンと。そして水を出してみましょう。緊張の一瞬でございます。グイッ。おーおーおおおお、出た出た。すげえ熱だ。爆発しないでね。スタート。ピッ。動くでしょうか。おお、グワンといったぞ。道路にちょっと水いったらやばいね。あっち向いてください。おお、来た来た来た。うー、やばいやばい。お、出た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 。バチバチいっております。アスパラに水がかかっております。アスパラね、なんか寒いからあんまり伸びないからね。水かけたら伸びるべか。お、出た出た。正常に出ました。しっかりと出るとね、これ先っぽでちょん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 とやって広げてくれます、水をね。はい、成功でございます。はい、これちょっと巻き上げましょう。水圧でドラムが回転するようになってるんで、これ回すことによってこれが持ち上がってくれます。そしてね、これ自動停止するはずでございます。こいつに引っかかってくれるんです。はい、ガッシャンと。これで自動で止まるはずです。このように止まりましたら、これね、ガッチリと締めますと。ギュッギュッと。そしてここのバルブを開けると圧がね、下に抜けてくれます。ここまでやったら外して OK でございますと。じゃあこちらも外しましょうと。で、これを下に落とします。蓋します。ホースの水を抜いて、私はここに引っ掛けときます。よっこい。また言いそうになった。しつこいよね。ここに引っ掛けていつでも使えるようにしておきましょう。格納したいと思います。ぐるーんと回して、みんな持ってバックオーライバックオーライ。倉庫に格納します。はい、入れました。散水機準備した途端、風ビュンビュン吹いてきたよ。大丈夫かね。どうしましょう。散水します。まだそこまで被害が出るような感じには見えないんですけど、風止んでほしいです。西風がすっごい吹き荒れて前見えません。うわ、すごい砂溜まってる。ここやばいです。さっき見たときはうちの畑は大丈夫かなと思ったんですけど、もう一度見に行きます。電ボグの線が風で切れました。いやー、ビート大丈夫かね。すごいです、砂嵐。はい、直します。やばいやばい。午後5時を過ぎました。うわ、砂溜まってるよこれ。ちょっとちょっと、ゲロゲロ。ひどいです、砂溜まってます。これここはひどいね。うちこんなになってたらもうビートみんななくなってるよね。大丈夫だべか。はいはいはい、我が家の畑は大丈夫でしょうか。おまこちゃんだ。おまこちゃん、ジュース飲んでますか。今お時事ね、ビートバターすごい風吹いたから見に来てます。明日あれ見に行くよ、あゆちゃんの。明日風吹かなきゃいいね、これね。元気だと思うよこれ、ビート。明日楽しみだね。じゃあね、バイバイ。おまこちゃん、はいはい、どうも。美味しいですか、おまこちゃん。目キラッキラして飲んでます。おまこちゃんの顔見たらこんな強風なんかもうどうでもよくなっちゃうね。バイバイ、どうも。おまこちゃんから電話来ましたが、ビート大丈夫っぽいねこれね。元気です。明日吹きませんように。明日おまこちゃんとね、あゆちゃんのね曲と私の映像のすすきのでラウンドワンの大きなビジョンで流れるのを見に行く予定でございますので、とりあえず風も吹かないでくださいということでございました。お疲れ様でございました。たまらん手つき、おばばがたまらん手つきです。面白い。アウチ。まあ、捕らえた。自分で持ってやってる。風船が面白いみたいです。面白いな風船。ポンポン。じゃあ撮ってみてください。何が出るかな、何が出るかな。おお、シナプシとバナナが一気に出てきた。じゃあ次は、何が出るかな、何が出るかな。ちゃ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 んちゃん、ちゃちゃちゃん。お、詰まってますね。もう一丁。おお、マラカスが出てきた。はい、フリフリ。おお、またマラカスが出た。
青のマラカスだね。布気になった。まだ入ってるよ。あ、またブルーです。おい、大丈夫？泣いちゃいます？泣かないでくださいね。おい、豪快ですね。何が出るかな、何が出るか。あー、おしゃぶりが出ました。やったー、ほいやしもんでー。おしゃぶりが気に入ったの。もういらないです、他は。まだ入ってますけど、あと1個か。あ、入れた自分で。一回おしゃぶり取るな。何が出るかな、何が出るかな。おー、はい、よかったね。シャカシャカ。シャカシャカって戻したね。